近くで見ることないですからね。パパー見てください、このウイちゃんの格好すごいね。はい、おはようございます。今ですね7時8分です。室温 21.4 度、湿度 50% です。車内はね朝4時頃1回起きた時にかなり寒かったので FF をね今マックスにしております。朝起きた時は外気温がね3度しかなかったのでもうだいぶ寒かったです。はい、ということで今日はですねまあいろいろゴミ捨てとかまだあとダンプしたりとかいろいろやることもあるのでちょっとね準備して出発したいと思います。おはようございます。朝ですよ。うん。うーちゃんママより先に起きて。起きてください。なんでわかるの？おはようございます。ママもう朝だよ。はい。おはようございます。今ゴミ？うん、今ゴミをまとめたので、今度はトイレをリセットしたいので上に向かってます。網走の水冷たい。うん、手が痛い。もう感覚失うぐらいの。朝から結構寒かったわ。朝方4度3度ね。チェックアウトは10時らしいんですが、うん、この後も走るのでちょっと1時間早めに出ようかなという計画でございます。さあダンプどこだ。いやでもねダンプがあるのはマジで助かる。はい、じゃあここがねダンプステーションになってます。一応水もあるんですすぐこともできるかな。はい、なので車をこんな感じで横につけてできるので結構便利です。じゃあささっと洗っちゃいます。ちなみにこのトイレセットは最後のポケット収納庫に入れちゃいます。こんな感じでこれで大丈夫かな。こんな感じですね。テントランド全体です。すごい綺麗なキャンプ場です。大津区の風福岡、ようこそテントランドへ。前に今日はちょっと見えないのか、シャリだけとかが見えるらしいです。で網走市街がここからちょっと見えると、こんな感じですね。めっちゃ景色いいです。残念なことはね自宅から1500キロ離れてることですね。それ以外は完璧です。よいしょ。じゃあちょっと次はゴミを捨てに行ってきます。はい、そしたら今テントランドを出発します。リセット終了。よいしょ。怒涛の朝だったな今日はね、リセット日だったので昨日ね、給排水を変えてで今日ダンプも入れ替えたの。あ、そう、ゴミも全部処理できたので、ゴミはね購入できるタイプで、まあ、必要な分だけね購入できて結構ね僕は一式多分全部買ったと思います。ペットボトルが2枚分ぐらい買ったんだ。ペットボトルが一番かさばる。まあ、有料でもねこうやって引き取ってくれると本当助かります。そうだね、旅の拠点にするのがすごいありがたい、うん、結構ね長旅はこのリセット重要なのでこれが できるだけだいぶ安心です。今日はアカンコアイヌコタンっていうところにねまず向かいます。アカンコはねもうそれこそ桃鉄で勉強したところなんで、マリモ、そうマリモのとこです。で近くにマシューコっていうのもあって、もし時間があればそっちも行こうかなと思ってます。今日はねその辺周辺回るだけなのでで、予定しております。であとはね燃料もあと2メーターぐらいしか減ってないんで120キロぐらいしか走ってないんで、まあ今日の距離感だったら大丈夫かな。でもねそのどっかでガソスター見つけたらちょっと入れとかないと、やっぱりねその間に確かにスタンドないんで、燃料がいっぱいあるときはいいんですけどね、なくなってからだとちょっと遅いんで、まあ半分ぐらいまでいったら絶対入れようかなと。だから今日もねスタンド見つけたらもう入れちゃおうかなと思います。あとね唯一ね心残りなのが車がねめちゃめちゃ汚くて、どっかで高圧洗車だけでいいからかけたい。あ、そうそう、ここねこんな感じですごいね綺麗でした。こっちはあれか、網走湖か、湖、湖なの。そう、向こう側が海が見えてる。まあとりあえずね今日はそんな感じで、まずはね阿寒湖の方に向かっていきたいと思います。たまたま見つけたメルヘンの丘です。綺麗。
したら今ベルヘンの丘というところにたまたま通りかかったので、写真とか撮ってました。すごいね、今日天気がいいんで幻想的で綺麗です。ちょうどこの緑と茶色の境目のとこもすごい。はい、あとですね 500m ぐらいでアイヌコタンの到着です。すごいね、天気も良くて原生林みたいなところを抜けてくるのもすごい気分がいいです。これなのか、もう普通にちっちゃい鳥がまたゴールデンウィークなんで、あ、まだ平日か。平日だね、今日まで平日だね。今日も中日か。明日からまたお休み、多少は少ないのかな。そんなに混雑してるようには見えなかったです、ただまあそれなりに人はいるかなって感じです。アイヌコタンの他にもなんかいろいろありそうだから、ちょっとぐるぐる回ろうかなと思います。そうだね、まあでも昨日に比べたら全然暖かい。昨日マジ監獄だって。あ、これは裏側から来た感じだね、アイヌコタン。あれ、 あそこがアイヌ舞踊なんだね、さっきのシアターがね。お店の中は撮れなさそうだね、どこもね。そうだね、すごいね。アイヌ生活感とかをパパ写真撮って。ちょっとちょっと、なんか不思議だね。似たユニークなんちゃらカムイが多いんだね。カムイ神だから。フクロウ、コロポックルよって。あ、なんかそっち側は何、わかんない。この辺から見るとちょうどいい。入れない。なんかやっぱ今日あれなのかね、平日だから、あまりやってないね。はい、今ですね、阿寒湖アイヌコタンの方出てきました。規模としてはね、ちょっと想像してたよりか少し小さめかな。で、阿寒湖周辺にもまだ少しありそうなんですけども、ちょっとねこのね、阿寒湖アイヌコタンのところがですね、今日はまあ平日っていうこともあって、このお店がね結構閉まっちゃっててやってなかったんですよね。なんで本当やってるお店だけちょこちょこっと入りながらも見てたんですけど、ちょっとね、まあそこはね、まあ残念かなと。ゴールデンウィーク多分明日からやるのかな、その前のお休みという感じでしょうかね。で、あとは、意外とですね、アイヌコタンもですね、撮影禁止が割と多くてですね、なかなか、そこもまた難しいところではございました。まあ、問題ないところだけ撮って、あとはね、そのまま動画にはね、してないので、まあ、実際はね、お店の中とか入って、ちょっといろいろ見てたんですけど、まあ、その辺はね、ちょっとね、まあ、土地柄的な問題なのか、まあ、これだけちょっと大きく書いてるところは、まあ、なんかあったんでしょうね。まあまあ、アイヌコタンには行きたかったので、そこにはね、無事に行けたので、よかったかなと思います。今ちょうどこれ左側に見えてるのが阿寒湖かなですね。こんな感じです。はい、今ですね、ちょっとこれ何峠なのかわからないんですけど、もう少しでね、テシカガに入ります。なんかテシカガとかで、テシカがアイヌ語なんです。そうなの。なんかそれ書いてます。この辺なんかちょっと雪残ってるね。峠は雪が残ってんだな。あ、雪が、うわあ、壁っていく。この辺は結構あれだね、残ってる。残ってる、寒いの。そうだ。あ、でもちょっと寒そう。日が当たっても溶けてない。やっぱ暖欲しい、上着欲しい、長袖2枚で寒い。ふーちゃんがお菓子むさぼり食ってる。はい、今からご飯食べ行きます。美味しい料理がいっぱいなの。カフェ&キッチン、マシューの森です。こんな感じのお店。いいよ、入って。最初からイチゴ食べる。これチキンとスパゲティ。チキンスパカツっていうらしい。はい、今ですね、カフェ&キッチンマシューの森っていうのを行ってきたんですけど、
もう普通に美味しいお店でした。うん、じゃあ北海道来た時に行きたい、ね、でもそんなにね待つこともなくねすぐ食べれたんで良かったです。今回でまあ普通に見て普通に好きなもの頼んでたんですけど、だから、ね、よくよく見たらこうね餃子ニンニクのお店でなんかすごい珍しいみたいですね、この餃子ニンニクを取り扱ってる。でそこがもともと人気のお店だったっぽくて、注文して食べ始めたぐらいに気づきましたね。まあでもね、その他の料理でも全然美味しかったので、すごい良かったです。で、なんか裏手にね、キャンプ場も経営されてるみたいで、まああの、どっちかっていうと、野営に近い感じのキャンプ場かな。でもね、何もすごい安かったんで、キャンプもできて、結構いい場所かなと。はい。ということでね、お昼ご飯をさらっと食べてきました。昨日ね、あの間抜けちゃったんで、お昼食べれなかったので、今日は先に食べてきました。で、まああとここから18キロぐらいで、屈斜路湖の方に着きます。あ、神社の顔がチラチラ見える、はい、フィッシャロコタン、コタンっていうのはアイヌ語アイヌ語で村って意味らしい。だからクッシャロの村、うん、でもう5、6キロぐらい走るとセナオホルト湯が出てくる不思議な場所がある。気になるよね、うん、あれなんだろうね、普通にどこでも掘れば出てくるね、もう間もなくですね、屈斜路湖の砂湯です。砂湯って書いてある。割とここは車多いね。ほうほうほう、よし、あの横断歩道かなと。おお、でもすごい綺麗だねここ、うん、ふいちゃん、気をつけな、ね、それほど鹿がいっぱいいるんだ。うん、なんていうの、砂湯師、掘ってごらん、あれ、あ、こんにちは、2回目ですね結構走ってますね。多分お会いしたらあそこで知床のとこですよね。知床のところの滝行かれてるときに、はい、通り過ぎて、あ、すごい手振ってると思って砂場を掘ったらお湯が出てくるとかある。あ、そうそうそう、うちもそれでいきます。めちゃくちゃ走ってるあ、お湯出た、もうこの辺でお湯出ます。マジっすか、はい、ふいちゃんお湯出るって、うん、それ湖は冷たいです。冷たい。あ、そうなの、この辺あったかいのかな。座ってみて、温泉だ。いや、微妙だな、こんなもん。思っているあれとはまたちょっと違う。飲める手前でも透き通ってる、多分僕も透き通ってる。たまちゃん話しいい、慣れた、全然慣れる気がしないよ。どこが暖かいの、もう2、3食がいいの、うちだって、ちょっと足入れちゃう。うーちゃん、あの辺あったかいんだって。めっちゃ掘っとる、うん、この辺まで行くとあったかいみたいです。うーちゃん、お隣入ってる。地図なんて手で掘ったからビビたるあ、ぬるいねぐらいの、ちょっとぬるい、同級生2人そうそうそう貧弱ふうちゃん、そこあったかいらしい、入ってごらん。ママ、あったかい。え、そこもあったかい。あったかい。あ、あつ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 。そんな暑いんだ。すごい、すごい、暑いね。暑いわ。普通に暑い。いや、手突っ込んだらわかる。暑い。うん。あ、本当だ。普通に暑い。本当だ、暑い。すごいね。そんな違うんだ。どうやったらこんな暑くなる。よし、じゃあうーちゃん、そろそろ行きますよ。バイ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 。また。じゃあまた、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。出発します。はい。ちょうどタイミング来たのかな。ほら、バイバイ。バイバイ。うーちゃん、バイバイ。バイバイ。バイバイ、またね。バイバイ。砂湯？なんか最初掘ってたところこそぬるいなみたいな感じだったけど、クーチャンネルさんたちと一緒に砂掘ってたけど、スコップ持ってた、そう、スコップ持ってた
そうね、暑かったよね。そう、確かに場所によっては結構あったかいし、なんか本当地中深くだったら暑いとこか。うん、ね、最初なんか全然冷たいとこ知らなかった。そうそう、なんだ場所によるのかななんて思ってたんですけど、なんかね、隣の人がめっちゃ入ってたから見てみたらさ、湯気立ってたよね。こっち来てよかったんじゃないか。こっちはね、うーちゃん遊べたから、くーちゃん遭遇できたしね。これはこれでね、また一つね、いい思い出だ。うん、ね、まあ、北海道だとね、なかなか追ってくることないから、うん、まあ、これで思い出になる。で、またね、この屈斜路湖っていう場所もすごくいいです。この今ね、左側にずっと湖が続いてるんですけども、湖のね、外側をこうずっと走ってきて、今も来てるんで、すごいね、綺麗、景色が綺麗です。で、これから今日はですね、川湯温泉っていうところまで今行こうかなと思ってます。で、ここは何個かね、温泉があったんですけども、まあ、そのうちの一つのね、日帰り温泉やってるところに行こうかなと思います。何個いる？キツネ？キツネや！キツネだ、キツネ。取れなかった。ドラレコに映ってっかな。毛づくろいというかカキカキしてたよね、犬みたいに。キツネさん、じゃあ、まあ、温泉に行ってきます。はい、さ、じゃあ温泉に着いたので行ってきます。ゆみちゃんはちゃんと自分のマイバッグです。車内が27度で暑いゆみちゃん面白いこと言ってます。今日はここです。 KKR 川湯温泉、日帰り温泉です。行こう。うん、はい、やって今ですね、温泉の方に行ってきました。ちょうどね、行った時間が良かったのか、男風呂をですね、完全貸し切って誰もいなくて、でそれでいて施設めちゃめちゃ綺麗で、で、あの備え付けのね、ちゃんとシャンプーとかもあるし、トイレとかもあったし、で、内風呂もあったし、外風呂もあって、でね、この露天もね、かなり綺麗だったんですけど、誰もいなくて、もう最高でした。そんなに大きいお風呂ではなかったけどね。多分10人ぐらいでね、洗い場もか。え、洗い場4個しかなかったよ。え、もうちょっとない。6個ぐらいはあったの。ない。あ、あれ、あれじゃない、硫黄山でしょ。あ、そうなの。ここも行きたかったんだよね、硫黄山。え、あそこ寄れないの。すごくねえか、寄れないの。寄る。うん、じゃあさーっと行こうか。さーっと急ぎで行こう。はい、ここですね、硫黄山アトサヌプリ。これね、ちょうど行きたかったとこなんで、まさか揺れるとは思わなかった。すげえ、もうね、かなり硫黄の匂いがします。すんごいな、これ。幻想的や。間近まで寄れるという硫黄のとこですね、噴出してるところまで。いや、こんなにね、近くで見ることないですからね。さすが北海道。いや、そしてね、人がいない時間で最高です。めちゃくちゃ初めてかも、こういうの、こういう感じのとこ。まあ、今までもね、あの硫黄のとこは行ってるけどね、こんな近くまで寄れてないね。し、なんかこういう感じのさ、ああ、整備されてない感じね。そう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 、割と自然に近い感じ、うん、確かに。いつももっと観光地だよね。うん、ちゃんと区画整備されてんじゃん、うん、もっと。だいぶ近くまで来ましたけど、こんな感じです。すごいな、幻想的や、ここも。はい、ということでね、ちょっとね、僕だけ少し寄ってみます。はい、あのね、ここに書いてある通りなんですけど、やけど注意です。こんな近くまで寄れます。これちなみにですけど、ロープの内側だけです。外側は立ち入り禁止になってます。ちょっとね、これ以上はね、近寄らないで、もうあの今レンズちょっと寄せてるんで、少し近めに見えてるかと思うんですけど、めちゃくちゃ近くで見れます。迫力がすごい。うわぁ、もわもわや。こんな近くで見れたのは初めてですね。こんなところが普通に走っててフラッと出てくるんだから、北海道はすごいですね。すごいね、自然ってすごいね。ただ結構いいお臭するから。いや、でもいいね、フラッとこういうところがあるっていうのが。向こうの山も綺麗やな。よし、じゃあ今からですね、車に戻ります。はい、ということで今ですね、阿寒摩周湖の国立公園硫黄山っていうところにですね、行ってきました。もうね、ここね、めちゃくちゃ良かったです。あんなに近くで見れると思わなかった。箱根でもあんな近くないし、長崎のあの地獄谷だっけ、うん、あそこよりも近いよね。近いし、なんか区画整備されてなくて、そうそうそう、ものすごく自然な感じである感じが良かったり。そう、だからその分より迫力のあるものをね、見れるので、
大人はすごく楽しめるんじゃないかなと。まさかこんなねフラッと出てくると思わなかった。はい、ということでね、伊予さんでした。ちょっとねこの後ですね、あの摩周湖にね展望台があるんで、そこだけプラッと行ってこう夕日だけ見れるかなと思ったんですけど、伊予さんがまさかの、あの出てきてくれたので立ち寄った時間もありまして、摩周湖暗くなっちゃってるかもっていう。そう、とりあえずね摩周湖の方に行ってきます。むっちゃくちゃ綺麗、すごい、めっちゃ綺麗。はい、いいね、この景色を見ながらのドライブって感じで、うん、ほら、すげえよ、これはすげえ、これは北海道じゃないと見れない。めちゃくちゃすごい、すげえ、すごい、何にもね、すげえ景色だ、向こう側がすごい、なんて綺麗なんだ。着いた、摩周。綺麗だね、あっち、うん、夕日。ほら、見て、本当だ、いや、すごい、寒い、風がすごいね、うん、上だからね、めちゃくちゃ綺麗、あっち側が綺麗、風がすげえな、寒い、音聞こえるかな、風の音すごいよね、そう、風ってこんな音するんだって、うん、はい、ということでね、摩周湖今行ってきました。だいぶここはですね寒いです、風もすんごい強くて気温が低いです。この先こっちは下降りれないんだね。ああ、そうだね、ね、湖、確かに、一応なんかでもね登山用口みたいなさっきあったから、登山者みたいなコースはあるんだと。で今日はねもうこの後はまだ何も決めてないんで、とりあえず買い物だけしてその後考えます。はい、今ですね買い物も終わって車中泊場所に到着しております。でなんでかうーちゃんとママは車ってます。寒いんですよ意外と外。そう、室温はね 23.9 度ぐらいあるんですけど、多分外は、あ、でもまだ7度ぐらい。7度？昨日は4度とか3度とか、それに比べたらちょっと暖かくぐらいですかね。で、今日はもうね、簡単ご飯というか、もう買ってきたもの食べるだけなんで、ちゃちゃっと用意して晩ご飯にしちゃいます。うーちゃんは？うーちゃん、きつね。うーちゃん、ちっこいきつね。あと、お刺身とか買ってきてるんで、それをね、意外と量多い。どうなんだろう。じゃあね、今日はね、トースターを使っていきます。結構これ量あるよね。どうせ多分うーちゃん1個しか食べないじゃん、食べても。うーちゃんは、まあ、カップ麺とあとお刺身あるから、そうそうそう、ちょっと量多いよね。うん、今日はもう疲れたので手抜きでございます。意外とね、いろいろ回ってるね今日お風呂上がりから回った、細かくいろいろ回った。カップラーメンでもいいんじゃない最悪。あ、カップラーメンでいいじゃん、なんかあるでしょ、カップラーメン買ってけばよかったね。あるよ、なんかほらこっちのやつ、あ、こっちのやつ、うん、まあ明日はね、美味しいお魚が買えそうなところが何個かあるんで、明日はそこをこう重点に行こうかなって思ってます。はい、もう今日はねこうやって電子レンジで軽くちゃちゃってやって終わりっす。今日これとこれにしようかな。じゃあ、うん、いいじゃん、カップラーメンで非常食、うん、お惣菜とちょっとお刺身食べてから考えよう、万が一マジでいらなかった場合。そうだよ、だじゃあちょっとねご飯準備して、今日はこっちのねちょい飲みテーブルで全部揃えて食べようかなと思います。初日以来の札幌クラシックが待ってるはずです。今ねとりあえずトースターでこれは温めました。で、あとはねうーちゃんの赤いきつねようにケトルでお湯沸かしてます。最近ずっと早いね、早起きだから、まだ8時半だけどなんか眠くなってくる。最近もう11時前か11時頃に寝ちゃうから。家より健全で、この1週間ぐらいだって毎日2時とかって毎日2時3時までなんかしかやる、過酷な労働。そんな中でもママはすぐに、あー眠いから今日寝るわって言って寝てたけど、そりゃそうだよ、眠い時は寝るよ。ママだから最初なんか旅出て、まあ今もそうだけど、なんか最近朝早いんだよね起きるの。あ、で今日のメインどこさんか知らない直線森。直線森って何？知らない、なんか初めて聞いたね直線森って。どういう意味わかんない。え、どういうこと直線森って、なんだろうね直線森って。うん、まあ刺身ってことには変わりはないよ。ちゃうちゃんもうーちゃんの席ついてください。
たまに久々のビールです。札幌クラシック。いや、パパね、これね、買ったんだよ。買ったんだけど、飲んでないんだよ。ゆっくりするのが子供。ちょっと。はい、じゃあ乾杯しましょう。ゆいちゃんも持ってください。あ、もう飲みました。ダメ。乾杯。今日はパパが久々にビール飲めるから乾杯。乾杯。で、お前のズオクという久々だからって思う。ね。何日ぶりのビールだ。まあ言うて家ではあんまビール飲まないんだけどね。うん、おちゃんこういううどん好き。ママもこれ好き。え、好きだよね。なんかぬるぬるっとしたところがチュルっと美味しいなの。おちゃんだって自らおちゃんこれっつってた。じゃあおちゃん何が楽しかった？うん、楽しかったっていうよりもね、お昼ご飯が美味しかったところかな。パンケーキ？うん、パンケーキ。美味しかった。うん。パンケーキラブ。ホタテはさ、こっち北海道来て全然食べてないんだけどさ、うん、まあ、結構売り出してたじゃん、うん、なんか青森で結構ホタテを食べたから美味しい美味しい、もうお腹いっぱいかなっていう部分があって、あ、オホーツク海で取れた方のホタテはなんか身があれなんかすごそう、昨日なんかやってたじゃん、あの流氷のオホーツク海にはホタテがいっぱいって、うんうん、あんまりね、ホタテとかもそんなにうちら食べなかったからね。いや、今日は夜は出ましたわ。いろんなとこ行った気がする今日。うん、今日はさ、めっちゃ行ってるよ。で、うーちゃん寝てたよ、途中。うーちゃんがだって寝てる間に湖と夕日見たよ。うーちゃん動画で見てください。で、今日のコメントテーマは、うーちゃんが決めた。そう、うーちゃんが決めました。今日のコメントテーマは、緑と、赤のうどんとそば、これ。赤いキツネと緑のたぬきだね。うん、それどっちがあの美味しいですか、ぜひコメントで教えてください。はい、ということで今日のコメントテーマは赤いキツネと緑のたぬき、どっち派、どっち派ですか。ちなみにうーちゃんは赤いキツネ、ママも赤いキツネ、うん、パパは緑のたぬき派です。あのカリカリっとしたね、あれがいいのよ、後のせの。うーちゃんはキツネです。この甘いキツネがいいのよ。うーちゃんキツネ派です。あれ画期的だなと思ったもん、後乗せっていう。そうだよね、あれ最初からやったらブニョンブニョンになるから後乗せ画期的だよ。まずは赤いキツネか緑のタヌキで2択で分けてもらって、いやこれどっちも食べないんだよね、これなんだよっていうのがあれば、その 3択目でコメント欄で教えてください、うん、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。飲むの？飲む。この旅入って初めてじゃないかな、この人が出てくるの。もうでもね、パパね、この日本酒選んでる時とかね、もう痛くてなんかあんまもう覚えてないもん。はい、ということでね、こちらですね、福司の大吟醸。欲しいよ。買ったところまでは覚えてます。でもパパは一口も飲んでないんで、なのにもう半分ぐらいしかないっていう。え、まだ残していてあげてる方だよ。え、あの耳吐いたタヌキチみたいな。いや、キツネだよ。え、キツネなのあれ。今日見たやつよ。甘いね、このお酒。うん、甘いね、これ。甘いのかな。なんかパパあの時やっぱなんかちょっと味も分かってなかったのかな。最初なんかちょっとイメージは違うんだけど。でも結構日本酒感はある。そうだね、甘い感じの日本酒だね。ママがこれがいいとは言ったけど試飲してないから分からん。あ、でもなんかお刺身とかに合いそうな味、うん、あ、うーちゃんが好きなこれちょっと1個残してんだよ。サーモン、うん、あ、そう、好きなんだ。食べれるようになったんだっけ。あの甘ちゃん甘いかプルプル感のやつだよね。あ、でも美味しくない日本酒。うん、これは甘いやつ。結構味は濃いと思うな。サラッとはしてないね。残るからね。あ、なんか日本酒自体もちょっととろみない。うん、じゃあ今日カップ麺で終わっちゃう。たまにはそんな日もあるわな。もう毎日キツネでいいわ。うつやろ。はい、最後はね、ラーメンを分け合って締めます。なんか1個半分ぐらいがちょうどいい。普通のカップラーメン。はい、今日はね、久々にテレビ使います。クロームキャストのやつで繋いであるんで、たまにはね、このテレビも使っているととても便利です。ちょっとね、お酒飲みながらゆっくり見ようかなと思います。はい、YouTube 見終わりましたので、そろそろ歯磨きして寝ます。見てください、このウイちゃんの格好、アイス食いながら。ウイちゃん、それ掃除機かけないとボロボロや。ウイちゃん、北海道楽しい？お茶とか飲みたいな、熱い。緑茶飲みたい。ない。
寝ます。はい、じゃあもう寝ますよ。はい、ジェルちゃん、今日もおやすみなさい。おやすみなさい。6回か7回ぐらい寝たらもう旅は終わってしまいます。おやすみなさい。おやすみです。じゃあ今日も寝ます。おやすみなさい。すんごいな。ハンドルが揺れてるのか車が揺れてるのか分かる？車が揺れてます。着きました。スーパーマーケット。いただきます。乾杯。乾杯。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンを押したら、じゃあまたね、バイバイ。